どうも、まさるこです。ではラスト続きをやっていきたいと思います、ではね、ちょっと強化をしたいかな。ドアをね、鉄がもう焼けたので、鉄がもうだいぶ焼けたので、ドアを2個作ります。このドアを2個作って、このドアも1個作って、鍵を作りたいけど木がないので、こっちから木をもらって鍵をあと2個だけ作ります。するってーとこれをここに入れます。で、これもまだ必要ないけど一応入れておきます。で、木が足りない。まあ先に作ります。そして、ここは、ドアを外して、鍵を外して開いてピックアップします。で、その間無防備です。ドアがあと2秒できました。つけました。これでとりあえずここのドアは2個できました。そしたらはここに違う、これじゃなくてこっちをこうして、ここにこういうことですね。こういうことでこれを、石にアップグレードしますね。そうするとこれが、そしてうちにこれができるわけです。石をこうしておいて、これはもういらない。で、これもこれもしまって、これもこれはこれはで、ここのあっ、締め出されそうになったりとかする、ここに入れといて、で、あれ、鍵1個作りすぎてない？ちょっと作りすぎたね、鍵ね。あ、違うよ、ここにつけてないじゃん。いいよ、今15人しかいないよ。いいよ、ここにつけなきゃダメだ。よし。で、アウトポストに行って、布を、あ、ちょっとついでに、じゃああれもこれもこれとこれをどんぐらい、こんぐらい、こんぐらいあれば足りる？足りない？わかんね、わかんね。こんぐらいあれば十分。で、じゃあアウトポストに行ってみよう。よし。アウトポストに行ってみようね。行ってみよう。印つけたよね。よし。よしよし。これまっすぐ行けば。この石とかは帰りに来る。掘らなくても、ああ、帰りに来ればいいか。まま、こっちか。どんぐらいの距離感なんだろう、アウトポストまで。そんなにすごい離れてはいないけど、キノコ大事。ここら辺食料もあんまりないからね。食料があんまゲットできないからね。あ、あった。ちょっと待って、朝これで、あ、20か。ちょっと待って、一旦これさ、もう布、もうちょっと探せばさ、これ寝袋作れそうな予感。ちょっと待って、そんな予感、アウトボスまで行かなくてもいい予感をする。その予感は当たってない。あとちょっと欲しいな。あとちょっとだけない？あ、硫黄がいっぱいあったか。石が欲しいけど、こういうのも掘っとかないと石が現れない。
ってるところが表に出てこないパターンだ。これあった。ちょっと先にちょっと岩掘るか。この周りの環境調査、環境調査しよう。で、アウトポストはこっち側なのか。違う、あの山を越えたあたりか、きっとね。そんな気するね。ちょっと布もうちょっとないかな。この辺で、この辺でちゃちゃっとやって、寝袋だけちゃちゃっと置きたい気がするんだよな。ね。寒いよね、寒いよね、そうだよね。こっち側がアウトポストがね。布ないかい？布がちょっとあと10枚、10枚ないかい？布。布が10枚ないかい？ちょっとこのちょっと石こってこう、ここの人はいない、人はいないっていうか、もうここレイドされちゃった後だから、いるわけもない、いるわけもないというか、こういう大きい拠点の人たちでレイドされたら、またもう今期はもう諦めようっていう感じになるのかな。こっち、あ、ちょ、岩がある。今期は諦めて、もう次のワイプまで、じゃあ自由行動って なんのかな。それからまたどっかに作るのかな。こういうパターンってどうしてるんだろう、みんな。まあでも、友達同士でやってれば、他のところ、他のサーバーも行こうぜみたいな、他のサーバーでちょうどワイプあったところで遊ぼうぜみたいな感じにもなんのか。ちょっと一旦2倍サーバーとか倍サーバーの方で遊ぼうぜとか、そういうパターンもあるのか。きっとね。アウトポストが見えてきた。見えてきた、見えてきた。ポスト見てきて、ちょっと布なさそうだな。布、石、布が見つかり次第一回戻りたいくはある、戻りたくはある。そこアウトポストだよね。クマゴラおるな。布ないかな。本当にあと10でいいんだよな。10でいいから布が欲しいよっていう。もうここ道路で、あそこアウトポストか。もう行くか。いやいや言ってないで。素直に。行きますか。きっと大丈夫と踏んで。よいしょ。布さえゲットできたら寝袋は置けるし、でまたここら辺にもなんか寝袋置けるところ1個さ、なんか置いてってもいいよね。セーフゾーン。セーフゾーンの中に、ああるじゃん、ちょっと布。ちょっとちょっと、あ、食べちゃった。食べちゃったわ。勢い余って。ついでよ。ついでよ、あなたもちょっと。ちょい閉まってこう。
まあちょっといっぱいあるじゃない。ちょっとね、道路看板をね、ちょっとこれ新しくした方がいいからね、一旦壊しといてあげますね。で、ここで。結局布はできたじゃない。じゃあ作ろう。あれ。寝袋2個。2個は作れないの？そうか。まだ今持ってないのか。今の段階では。で、もう一個。寝袋を作る。よし。で、あとここでやること、ああ、もうしてくか。そうだ。これもしてこう。よいしょと。で。だいぶ石がある。っていうかさ、今、ここにいるね。ここが、一個前の拠点？木の拠点だよね、ここね。それで殺されてるんだよね。狼にやられてたんだよね、前回ね。ね。そっか、なんか、異様で買える何か。ライフルボディ、ヘッドカードキー、トンプソン、トンプソン買う？そうすれば地下に、空港の地下。あー、地下に行くには、あ、そっか、こっちからも行けるのか。こっちから行った方がいい。こっちから行ってここに出てきてリサイクルしてこうやって帰ってくるっていうのが一番いい感じか、行くとしたらね。あとちょっと、ちょっと待って、今トンプソンあったよね。トンプソンどっかに売ってたよね。トンプソン400鉱石か。もうないね、あんまり自販機も。自販機も少なくなったな。あ、もう全然ない。ここは医療、違うし、忍者スーツってなんだ？アイスピック。レッドカードキー。これさっき見たよね。セミオートピストル。リボルバー。ああ。もうしすぎた。ちょっと待って、一回自販機があるとこどこだっけ。こっちか。自販機あるとこ行ってちょっと見よう。いつもマサルコがね、いつも買う自販機ここなのいつも買う自販機ここなの。ここでどこだっけ。ライフルボディじゃなくてセミライとかじゃなくて、あのセミオートライフル。ワークベンチに、ああ、ゲインギア。ほうほうほう。鉱石1300で2が手に入る。ちょっと待って、これ買おうか。今1300。ドローン。
ドローンでは届かない？え、どういうこと？そんなことあんの？え、買えないなんてことあんの？ここ。そうなんだ。じゃあダメじゃん。じゃあここもでしょ？ここは届くの？ドローンが。なんでここ届かないの？ここは届くの？どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？どういうこと？どういうこと？ここは無理なの？あ、届くじゃん。どういうこと？今なんか変なの出たよね。で、私が欲しい。あ、これはダメなんだ。これが買えないんだ。何それ。ワークベンチ2が買えるところ、あ、ソールドアウトか。ないもんだな。なんで届かない。あー、なんか部屋の中にあるとかそういうことか。これなんだっけ。これってピストルだよね。あ、でもソールドアウトか。結局買えないのか。あ、こういう系か。セミ。あ、ああ。みんなもうソールドアウトばっかりだな。ドローンでは届かない。ここは量産。あ、間違えた。あ、さっきの買えそうだったとこどこだっけ。ここか、トンプソン。これトンプソン買うか。これをトンプソン買って、で、スマートスーツもう買って、買える？これ。あ、手持ち不足。あ、配送料があるのか。そっかそっか。ということは、一回閉じて、これ離れても大丈夫なのかな。あ、でも起きたからいいか。で、手持ちにスクラップが、あ、足りないのか。来た来た。ご苦労ご苦労。よし。で、トンプソン買った。弾とか入ってないよね。そうだよね。ワークベンチ2を、まあ、欲しいけど売ってるとこないから、一旦これで帰るか。一旦帰ってまた来ますだな。考えてまた来ます。して、この寝袋、今日のどこだ、こっちに。私の家はどっちだ、こっちか。元の家ちょっとちらっと見に行く。元の家、この方向、こっちの方向、こっちの方向。いや、なさそう、なさそう。寝袋どっかに置けないかな。ここはさすがに近すぎだよね、アウトポスト。ん？うちどこだっけ？こんな方か。ここもアウトポストに近くてまだ置けないとこなんだ。あ、ここら辺から置ける。じゃあここら辺に1個さ、ここら辺に1個置いとこ。で、これがうち？これうちだったとこじゃない？違うか。これじゃないか。こんな弱々ではないか。でも、ここら辺か。そうだそうだ、ここらだ。あ、なんかこんな大きいの立ってなかったね。もうないね。なんか根こそぎない気がする、うち。あれ？
ここら辺。あ、これのさ、裏じゃなかった？もうさ、裏側にあったよね、うち。あ、布。あ、ないわ。何にもないわ。何にもないから帰ろう。で。仕込んで、まあ帰りがけにこういうのをちょっと拾ったりとかしつつね。よいしょ。ファームできる？なんか今はそんな穏やかな気がするね。あ、ハズマットスーツ買わなくてもよかったじゃん。やった。ゲット。これでどう帰るのが危なくないかっていう道をね、ちゃんとどう帰れば危なくないかの道をちょっとあれしたい。この右側もうすごい、これすごい元気だよね、きっとね。絶対元気だよね。今地図上で言うとここか。この辺りに1個置いとく？どうせじゃん。この辺り。おっと。で、もう1個作っときゃいい。帰りがてら作っといて。拾っといて。ここに中継地点があるよ。いいよ、このアウトポスト。アウトポストに向けて。あ、なんか音がする。ごめんなさい。私は通るだけ。ごめんなさい。どんどこ行ってるところごめんなさい。ちょっとキノコは大事だから取らせてもらって。キノコ狩りをさせてもらって、あ、布探すとあるな。前回全然なかったのに。よし、あとちょっとだぞ。あ、ちょっと岩ころかな。トンプソンゲットしたから、とりあえずワークベンチ1を作って、そういえば弾作れるよね、弾。弾を作れるから、ワークベンチ1で。だよね。ピストルアンモだもんね。9ミリなんだよね。トンプソンは。よし、これで。寝袋が作れるぞーい。消えとる。そしたら、じゃあもうこうして、こうしとくか。で、こっちに入れといて、で、木が欲しいと。石をちょっと入れといて、で、これもここ入れといて、で、金属も入れといて、これはいらなくて、で、布も入れといて、で、スクラップ。まだワークベンチ 2ってさ、1がないと作れないんだっけ。だからあれか、アウトポストで作ってくりゃよかったっちゅう話か。でもいくつで、2は何、ここたまに出ないんだろう、アイテム。3でしょ？ 2 は。500スクラップか。まだちょい遠いな。実はちょい遠いか。実はちょい遠かったな。やんない。あ、これら、分解していきたい。
分解して期待はあるけど、こっちで大きい箱1個作ろうか、さすがに。あ、違う、木、あ、木を入れてあげないと。入れて、で、といて、木と鉄をして、大きい箱を作って、んで、鍵も作る。よし。で、あ、そうだ、寝袋。寝袋を置くんですが、ここに置くでいいか。ワークベンチ、置けない？嘘だ。ちょっと待って、上に、間違えた、こうして、こうして登るじゃん、してこう、ここにギリギリ、ギリギリの攻防で攻めたい。よし、でここならワークベンチ置けるんじゃない？置けないか。まあ置けなかったら置けなかったで、この人たちをどかせばいいか。よし、ほんでここに、箱を置くのです。ここいつもうまく置けないな。ちょっと待って、これ。よし、で、まっすぐかな、これ。これまっすぐか。よし。じゃあ、ここに。に、木炭ここに置いて、道具系。で、食料もこっちに置いとこう。こっち置いといて、これで、で、どうすかな、まあ、いっか、ちょっともう一回、これは、あ、それまさかってさ、あれ、フラッシュライトとかって覚えてたんだっけ？これワークベンチ1か。だから1はやっぱ置いといた方がいいかな。どうせ。そうだね。1は作ろう。ワークベンチ1は作る。1は木で作れたんじゃなかったっけ。金属片100。して作って。で、作りまして、でも置けない場所ないか、これ。やっぱかまどが2個あるというのはちょっと、ここに置けないかな。ちょっとこう登ってさ、ここに1なら置ける気がするんだよな。なんか今すごい、まさか足があんまり良くない方に曲がってる。あ、置けるわ。やっぱ1は置けるんだ。1は置けるから置いて、よしよし、取れるね。あ、取れる。よかったよかった。で、することによってクラフトできると。だからとりあえず、じゃあファームに行くか。ファーム、木はしばらくいらないと思うから、普通に岩とか道路ファーム、道路はこっち側から行ってアウトポストに行く感じだね。暗くなるかな、もうそろそろ。寒すぎる？本当に寒すぎる、本当に。それ本当に言ってる？ちょっと暗くなるか、これ。
周辺の岩を掘ったりして、一旦それで終了か。今日のところこれ断崖か。こっちから降りれるか。降りれ、こうだな。こっちからこうだ。こうでございましたね。で、この道路に行こうとする道すがらで岩を掘ったりしていくと。マサルコが置いた寝袋かこれ。あ、違う。あ、違うか。寝袋の上に石が出現することなんてあるんだ。やば。これもどこかにもない。出てるとこがない。意地悪石だ。意地悪石め。掘ってくれるわ、マサルコが。あ、出てきた、出てきた。言ったら出てきた。で、また隠れるか。そうやって。出てきなさい。光ってる場所出てきなさい。お前は包囲されている。よし、出てきたな。よし。出てきたけど、キワキワすぎ。よしよしよし。あ、キノコ、キノコ。よし。あ、布もいいね。で、道路にぶち当たるね。このまままっすぐ行けば。道路にぶち当たるけど、ここに来ると急に石はなくなるけど木がいっぱいあるね。ここいいな。やっぱアウトポスト近くってさ、アウトポスト便利だけどさ、岩がないっていうのがすごいやっぱ感じた。で、やっぱね、凝ってると、あの木とかもさ、凝ってると絶対人が通りが激しいからさ、やられるんだよね。それはね、そりゃそうだなとは思いましたね。ね、そりゃそうだなってね。バッテリーが転がっとったと。こう道路来たね。道路来た。来たから、道路来たなら来たところからこっちに行けばいいんじゃないかいということでございますね。そういうことでございます。で、ここをファームしまくると。巨大看板いらないけども。いらないけども。ミミズも捨てといて。ミミズも捨てといて。暗くなるな。プランター。道路ファームしてる人がおらん。それはそれで怖い。まあ今少ないもんね、インしてる人が。まあその時間を狙ったんですけどね、マサルコが。全然ドラム缶ないんだけど。看板はあるけど。お、いいね。すごい、三連原油。逃げろ。拠点が近いぞ、ここは。逃げろ。すいません、失礼します。申し訳ない。申し訳ないね。ちょっとね、通りますよ。ちょっとごめんなさいね。通らしてくださいね。私まだ貧乏生活なもんでね。やばいけどいらない。ちょっと増えた。まあ、増えたうちに入んないか。15人が22人になったっていう。ここの時間から増え出してくるんだよね、きっとね。やばい、日が暮れそう。急ぎ目でアウトポスト行って帰るか。日が暮れてきちゃうから。よいしょ。着いた。
日暮れるな。帰るまでに、帰るときにはもうそこは暗闇。帰ったらもうそこは暗闇。ただ道路看板をちょっと、どうせじゃあセーフゾーンなんでやっていくと。ここでリサイクルをまぐるぐる回して、で帰って、スクラップを500まで集める、とりあえずの目標。そしてここにまずね、あ、キー持ってないか、キー持ってないわ。プランターをまずやっといて、これからキー出るよね。よし、出た。出たから、これで、ここで、もうしとく。で、ここで、これはちょっと取っとくか。食べよう。で、まあ、地道にやれば500か、まあ、武器があるから、とりあえずトンプソンを携えて、トンプソン携えで一回地下行ったら、ハズマットスーツだって、ハズマットスーツもさ、1個もらえたじゃん。それを考えると、あ、でも布が足りないか、ちょっと注射器がない、今布が足りないか。いや、ちょっとまだもうちょっとだな、あんまり、ああどうだろう、せっかくトンプソンは買ったからなんだけど、どうしようかな。トンプソン買って、急にでもワークベンチで作れるから、でフラッシュライトも作れるから、それで地下に行けるっちゃ行けるけど、布がちょっと足りないのが不安です。となると、そうね、もうちょっと気を焦らない方がいいね。ちょっと布はあった上で行かないと、まさるほら、被弾がすごいから。とにかく被弾がすごいから、ポンコツだから。あ、キー足りなそう、ちょっと足りなそう。まあでも、このなんでこれ焼いてるかっていうと、一応来たるべき、その注射器が作れるようになった時のために、一応ね、原油焼いとこうかなみたいな感じです。一応言っておくと、8ということで帰るんだが、どっちから出たらいいかなと。こっちから出ればいいか。よいしょと。で、こっちやね。なんか盛り上がってる？チャットが。一人だけか。家に帰りたい。あったかハイムが待ってるぞ、本当に。かまど2個も模してるしね。あったかハイムで。何？なんかに引っかかってる。獣だけは怖い。あ、こっちじゃないじゃん、家。こっちじゃん。獣はやだ、獣怖い。こ、道路なのか、今道路を行ってんのか。これまっすぐ、これまっすぐだよ。これまっすぐ行けば着くよ。なんか突っかかってんな。足音に注意ね。獣の足音に。今、人よりも怖いのは獣、夜は。人はまだ、見失ってくれるからいいけど、獣のさ、
人たち見失ってくれないんだよ。こっちからは見えないのに。あの人たちのね、やっぱ目の眼力すごいから。暗闇でもさ、こっちは見えないのに向こうから全部見えててさ、確実にさ、噛んでくるのよ。こっちのことを。そりゃもう確実に噛んでくるのよね。もう少しなんではないか。ああ、そうでもない。段差がそんなになかったはずではあるが、ここは、なんか山だな。どうなってんだ、これ。時間登れる？これ。なんだ？こう、雪山か、これ。こう、行けるんじゃないか。行けないのか？行けないのか？行けるのか？行けたな。行けた。池田さん。でも、こっちはあんま行くと寒すぎるってなる。雪山でしょ、こっち。ダメダメ。寒いの嫌い。もう1年のさ、うちのさ、8ヶ月以上冬だと思うんだけど、まあ寒がりだからなんだけど、8ヶ月以上冬だよ、日本ってって思っちゃう。でも暑がりの人からすると、もう8ヶ月以上夏じゃん、日本なんてって言うんだよね。大体、そこでね、喧嘩になる。いや、喧嘩にはなんない。喧嘩にはなんないけど、なんか、うんってなる。これはお互いにもう噛み合うことはない会話だなって思う。暑がりの人対寒がりの人。でも分かりますよね、寒がりの方。もし見てる方で寒がりの方いたら。日本って結構あれじゃないですか？多くない？ん？あったあった。ちょっと入るときだけちょっと突き刺してもらって。え？あ、いた。あ、入れない。よし。よし、帰ってきた。よし、あったかヘイム来た。あったかヘイム。これ、押して。で、こっちにも。あ、もういっぱいいっぱいか。よし。で、こっち入れて。で、ね、布がまだちょっとこれだけじゃねえ。マザルコにとってはこれだけではちょっと。500まで行きたい。石なくなりそう。石じゃない、木が。木をこまた掘ったり。結局木は足りないんだな。裁縫道具取っとく。あ、でコロコロは分解してよかったんだな。という感じですかね。まあ次回もちょっとファームになるかなと思います。石はこじゃなくても木がちょっと心もとなくなってきた。木が、このセットは持っててもいいか。どうせ作れるもんね、今はね。これパドルってさ、パドルって何と何で作るんだっけ？なんかパイプかなんかだっけ？それは取っとくか。あ、これ作れるの？これも作れるな。金属片と道路看板で、これ作れる。まあ、メイスでも別にいいのか。作ろうと思えば。だからまあ気にせずって感じか。OK。じゃあ、ということで、じゃあ今回、ちょっと短いかもしれませんが、今回はこの辺にしとこうかなと思います。で、また次回もファームになると思いますが、一応家は強化できたし、あったかハイムで、この快適度が 50% あるし、ちょっと熊五郎のカーペット欲しいな。こう上にあったらもう最強じゃん。100% じゃん。ということで、じゃあ、
また次回ファームをしていきたいと思いますので、もしよかったら、お付き合いください。本当によかったらでいいので、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を